おごと温泉おごと温泉の一小ごと温泉は、滋賀県大津市の琵琶湖西岸にある温泉。最長によって開かれたと伝えられる、約1200年の歴史を持つ由緒ある温泉。滋賀県下最大の温泉地であり、2000年以降、地元観光協会などでは、ひらがな表記のおごと温泉を標榜している。近年、各旅館経営者の改善努力によって特に変化。 一い温泉地の一つであり、着実に宿泊客が増えている。2006年10月27日に第1回地域ブランドとして認定されている。1929年創業の老舗湯本館を、はじめとして旅館、ホテルが10軒ほどが国道161号線を挟んで点在する。比叡山の山麓沿いに建てられているため、琵琶湖など眺望に優れる。 周辺には、比叡山延暦寺とその門前町、坂本、日吉大社、片田の浮見堂、御城寺、紫式部で有名な石山寺など、歴史ゆかりの文化財が多く、観光拠点として適している。名物料理として鴨料理や大見牛料理などがあり、特に鴨鍋は、冬の美和子を代表する味覚である。その一方で、 陥落温泉としても発展した背景があり、昭和40年代以降に温泉街の南側、内市か三丁目の一角にトルコブロが進出した。これらは温泉街とは明確に隔離されている。最寄り駅の小琴駅は地元の働きかけにより2008年3月15日、小琴温泉駅に改称された。2011年2月1日、観光施設として、 大津市立おごと温泉観光公園がオープンした。おごと温泉で最初に創業した湯本館と大衆浴場を今から約1200年前に最長が開いた湯と言われるが、次のようなエピソードもある。昔はこの近くに八つの頭を持つオロチが住んでいたと言われ、そのオロチの住む谷には北国街道を少し西に入ったあたりの方、三寺境内の北端、 アザヘビが谷に念仏地という池があった。この池は病気に効くというので、村人は念仏を唱えながら、祭典を投げ入れていたという。この池が小ゴト温泉の由来だという。小ゴトという地名は、平安時代の貴族今尾宿根の荘園があり、その屋敷からよくことの音が聞こえたことから、聖の、言うと、ことをとって、小ゴトと呼ばれるようになった。オゴトの南方の方、三寺、 現代州境内の念仏地には地下水が絶え間なく湧き出し村人らが引用すると、たちまちに難病すらも言え、地底の泥を皮膚に塗ったところ汗も皮膚病などが感知したとの言い伝えが残り、古来より冷泉として崇められてきた。大正時代には冷泉がラジウム光線であることが判明し、温泉開発に一気に弾みがついた。その後、 高和歌鉄道をごと温泉駅が設けられて鉄道が開通すると温泉地としての開発は進んだ。第二次世界大戦後、交通アクセスの良さから関西地方の奥座敷として発展した。特に1970年代前半から国鉄湖西線の開通もあって団体旅行客が増加した。1970年には日本万国博覧会の特需に沸き開催地から 近隣の小言温泉は、連日、満員御礼の盛況となった。風俗街だったことを示す、閉鎖された無料案内所、特殊浴場は、性風俗店のことである。1971年には、小言温泉から南に500メートル地帯の内鹿三丁目に、小言初のトルコ風呂、花影を皮切りに、大規模な性風俗関連特殊営業が形成されていった。 1980年、湯本館屋上から見る温泉街マイカーブームの進展により、風俗街の利用者が温泉街に立ち寄らなくなると、宿泊客が激減。バブル崩壊後は、主な得意客であった職場団体客が激減し、28件あった旅館の多くが閉店へと追い込まれ、生き残ったのは10件であった。生き残りを図るために、旅館組合の8名が、 おごと青京塾を立ち上げ、これまでの体制や慣習を抜本的に見直し、おごとイコール風俗街というイメージの払拭に懸命となり、1990年代後半から各温泉旅館が一致団結して改装に乗り出した。各々のおの旅館がこぞって全室露天風呂付きの客室の新館や別館を併設したり、趣向を凝らした露天風呂などをしつらえたりしている。 それと、並行して、接客やサービスの改善に努め、創作料理を提供するなど、旅館同士でのハード面、ソフト面双方の改善の競争が起こった。地元のブランド牛である、大見牛を提供する、認定大見牛指定店に、全10件す全てが登録し、一方、湯本館、琵琶湖、グランドホテルは、個人客需要を睨み別館を新たに、併設するなどしている。 こうした旅館組合ぐるみによる旅館同士の競争が相乗効果を生み着実にリピーターや新規顧客を増加させ安定した成長を続け日帰り施設なども作られまたこうした運動が認められ京都方面への修学旅行客受け入れ先としても技能を果たすようになるなど社会信用信頼も大きく回復を遂げているおごと温泉港ありがとうございます